65式艦船用レーダーオプス -4D は、沖電気工業製の二次元レーダー。海上自衛隊の自衛艦において、対水上捜索レーダーとして搭載された。海上自衛隊では、黎明期に運用していた、旧海軍小海特務艇では、S バンドの SO-8 が運用されていたが、昭和28年度計画で、アメリカより供与された、ブルーバード急送海艇では、 X バンドのアン SPS-5B を搭載していた。続いて整備されることになった初の量産型中型総改定においては、引き続き単波長で解像度が高い X バンドで動作する国産レーダーの搭載が求められた。これによって開発されたのが本機種である。当時、日本無線を中心としてアン SPS-5B の国産カバンである OPS-3 シリーズの開発が進められていた。これは護衛艦等への搭載を目的とした S バンドのレーダーであったが、本機種の開発にあたっては部品点数軽減のため OPS-6 のアンテナ課題が流用され、JRC の刻印が入ったままの課題を沖電機が使用していたとされている。システムは下記のような部分から構成される。 オプスマイナス4は1959年より導入された。その後、昭和30年代後半には、より高解像度の X バンドレーダーが求められるようになった。これに応じて開発されたオプスマイナス9は1966年に実用化され、本機種の後継となった。搭載鑑定。ありがとうございます。